しま す, お願いします。じゃあもうあのでは、はい、早速スタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。そういうシステムになってましたね、はい、すぐ始まる感じ、はいはい、大丈夫ですか、はいはいはい、じゃあ行きたいと思います。はい、お願いします。はい、さあということで加賀健一選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、いやまずはお帰りなさい。はい、はい、ね、はい、18年ぶりの秋田、はい、もうだから高校卒業してからずっと、そうですね、はい、はい、でいよいよまあ秋田に来たということになりますけども、秋田にその久しぶりに来た最初の感触ってのはどんな雰囲気でしたか。そうですね、やっぱり雪がなかったので、うんうんうん、まあ、非常にびっくりしたというか、はい、1月の中旬ぐらいだったんですけど、うん、外で練習できることがすごくびっくりした、うん、一番、はい、一番びっくりしたことかな。そうですよね、はい、だから今シーズン加入した選手にしてみたら、はい、多分秋田って雪降らない場所かなと思いますので、うん、そうです ね, ね、それぐらいのスタートだったと思うんですけども、はいはい、まあ、そんな中で、はい、まあ、秋田にプロサッカーチームがまずできたというところから、はい、もう10年以上になるんですが、はい、初めてできた時っていうのはご自身どう思われましたか。そうですね、うん、ようやくその J リーグの、うん、J の、まあ、J3 だったんですけど、はい、まあ、J フィルムの時から知ってて、うん、それでやっとそういう環境ができたかなというので、うん、まあ、そこからなんだろうな、やっぱりそこを目指す、うん、子供たちが J リーガーになりたいという子供たちが増えるんじゃないかなと思ってました。やはりもし自分のその時代にそのチームがもしあったとしたら、はい、子供の頃にあったとしたら、はい、多分また今と目指すところとか、はい、その思いって全然違ったんじゃないですかね。そうですね、ただ僕個人的にはその目指すところはその J3 じゃなくて、はい、今の子供たちには J1 を目指して日本代表する、うんうん、そういった選手を目指してほしいと思うので、うん、まあ、正直僕らも悔しい思いはあるんですけど、はい、僕らのカテゴリーっていうのは J3 というところにいるので、はい、やっぱそこじゃなくて、うん、今いる子どもたちには、うん、やっぱり日本を代表する J1 のクラブだったりとか、うん、海外行っちゃうっていうぐらいの気持ちで、うん、秋田の子どもたちにはそういった環境っていうかそういったメンタリティでやってもらえたらいいかなと思います。なるほどね、はい、やっぱそれは経験してきてるからですよ、はい、まあ、そのいものを感じますね。っていうことはやっぱりその子供たちに上を目指してもらうのはもちろんですけど、はいはい、その秋田 J ブラウブリッツ秋田が、はいはい、要は J1 に行きゃいい話です、ね、そうなんですよね、はい、まあ、簡単には一致は言えるんですけど、はい、やっぱりそこを僕らも1年でも早くまず J2 に上げることが優先されていくと思うし、はい、うん、サポーターの人たちもそこに期待してると思うし、うん、今度上がったら上がったで、うん、やっぱりもう一個上の J1 というクラブに、はいはい、絶対行かなきゃいけないと思うので、うん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 、そこは僕らが、はい、しっかりやっていかなきゃいけないかなと思います。そっか、1回ね、だから優勝してんだよな。そうなんですよ、はい、そして山形と戦えたかもしれない、はい、そういうのもあったんで、はいはい、うん、だから本当これからは本当に確実に1個1個、ね、はいはい、勝ち取っていってと、そうですね、いうところがあると思いますが、はい、ゆうこちゃん何かある質問、うん、たくさんありますけど、加賀様様になるのかな、はい、ずっとシャバダボシャバダボって呼び捨てにしてて、いやいやいや、呼び捨てにはしてないですよ、うん、加賀選手はやっぱ秋田に帰ってきてご自身あの、まあ、たくさんの選手が、はい、いろんな選手と、はい、あのもう練習されてると思うんですけど、はい、どんな刺激を受けられてますか。そうですね、刺激というかやっぱりなんだろうな、みんなやっぱり秋田を、うん、このクラブを J2 に上げたいっていう思いは、うん、僕が秋田出身とか関係なく、うん、そのやっぱり県外のほとんどの選手が県外出身ですけど、そういう思いはみんな持ってるので、うん、そこは僕が秋田県出身だけど、うん、みんなもそういうふうに思ってくれてるので、うん、僕も負けじとやっぱりそういったところは地元出身の選手として、うん、みんなと一緒になんとか上に上げたいっていう思いがあるので、うん、ただみんなからもそういう思いが感じられるので、うん、僕的には刺激になってるし、非常になんかこう助かるというか、はい、そこは感じますね。なるほどね、はい、まあ、今までと環境違って地元というところでは、はいはい、自分の中で の, そのある意味やりやすさというか、そういったもので感じたりしますか。それはもうあんまり感じなくて、うん、山形だろうが、うん、秋田だろうが、やることはもうクラブが掲げている目標っていうのは、山形の時も J1 昇格っていう目標にそれに向けて全力で取り組んでたし、うん、
それが地元秋田に帰ってきても、うん、一つ上の J2 というクラブに昇格させるっていう思いは変わらないので、うん、やることは変わらないかなと思うし、うんはい、その中でじゃあ自分の中であえてこのチームでやるべきことっていうのは何だと思いますか、はい、まあ結果じゃないですか、ねうんうんはい、それが全てだと思ってるので、うんはい、結果以外僕の中でやっぱり、ね、J3 来年J3 でも、うんまあ、よくやったよねって言われるとは思ってないので、うんうんうん、全ては結果だと思ってるから、うん、このクラブが浦和レッズ秋田が J2 に昇格する、うんはいはい、それが全てだと思ってます。なるほど、はいまあ、キャンプを終えて、はい、これからいよいよ開幕というところなんですが、加賀選手的にこのチームの完成度というか、はい、そういった部分で手応えというのはどのあたりにこう感じてます今？ですね、うん、最初はなんだろうね、やっぱり監督のやろうとしていることを、うん、それをまず僕らも選手入れ替わって半分ぐらい入れ替わってたので、そこで個人個人の特徴がまずどういったプレーをするのかもあるし、監督もやっぱりやりたいサッカーもあるだろうし、そこら辺のみんなでコミュニケーション取りながらっていう感じでスタートしていったんですけど、だんだん試合やりながら、まあ、練習試合だったんですけど、いい感じで、はい、来てたかなという印象はありましたね。なので、まあ、そのまま開幕してくれたらなっていう思いは少しは僕はありました、はいうん、もう現状で早く待ち遠しいなという状況であると、はいそうですね、はい、楽しみですね、楽しみだよね、はいうんまあ、やっぱり秋田のファンの皆さんに楽しんでもらうというのが一番だと、はいうんね、そうです、まあ、楽しむためにやっぱり僕ら結果出さないといけないと思ってるので、うん、やっぱ勝たないと、はい、たくさんお客さんも見に来てくれないだろうし、うん楽しんで帰ってもらえないと思うので、うんまあ、内容とかっていうよりどっちかって言ったら結果が全てかなと思ってます、うんうんうんはい、やっぱり立場的には秋田出身という、はい、どうしてもその肩書きがね、はい、あるとは思うので、はい、いろんな場面でこう、はい、やっぱりチームとして今シーズンは表に出る機会が、うんうん、あるかもしれませんけど、はい、その辺のところはなんかこう照れくさすとかそういうの全然ないですか？どうですかね、はいまあ、今のところは、はい、大丈夫です、はい、加賀様って呼ばれるのは大丈夫ですか？いや、俺直接加賀様とかって言われたことないんですよ。今呼んじゃった。ネット上で言われてるぐらいのあれなので、はいはい、直接僕に言ってくる人は、はい、初めてですか？いないかな。ちょっとおかしいなと思います。そうです。はい。いやでもみんな多分、はい、秋田家の女子はみんな加賀様って思ってますよ。はい。なんかあれです。直接言われたこと今までなかったんで。そうか、はい、そうだな、はい、そうだよ、違うところでね、そう話が聞こえてくるだけですからね、はいうんまあ、ゆくゆくはですね、やっぱり秋田回帰キャンペーンでね、はい、今佐々木希ちゃんとか、はい、コマーシャルやってますけども、はいまあ、川選手とかにも登場してもらってね、はいうん、秋田最高みたいなことぜひね、はいまあ、でも本当に、はい皆さん、ファンが、はい、サポーターの皆さんが、はい、それはもう相当の思いで、はい見守ってくれると思いますので、はい、ぜひ全力で、はいね、頑張っていただきたいと思います、はい、じゃあカメラにね、そうですね、はい、ぜひカメラに向かって、はい、サポーターの皆さんに、はい、一言いただけますか、はいはいサポーターの皆さん、今年こそ J2 昇格、そこを目標にというか結果で結果を出していけるように頑張りたいと思うので、共に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで、加賀健一選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。